ちは待てないわ。俺には仕事がある。わざわざ私の前で別れ話にすることないのにな。世の中利用するやつとされるやつしかねえって言ったろ。お前も俺も利用される側の人間なんだ。金持ちに使われたってしょうがねえだろ。何考えてんだよお前。俺たちと組もうぜ。うまくいくって。分かったわよ。